海外の反応。エンゼルスファン開き直る。翔平大谷のホームランを見せてくれたブルペン、炎上3球。今日の試合で2試合連続34号ホームランが飛び出し、年間ペースにすると 58.95 本と自身初の50本台どころか60本台も見えるペースで、昨シーズン34本塁打だったので、あと70試合近く残した段階で去年の本塁打数に並んだことになります。そして今日時点でメジャー全体で2位に4本差、ア・リーグで言えば7本差をつけホームランキング独走となっているのです。ちなみに昨季アーロン・ジャッジ選手が61年ぶりのア・リーグホームラン記録を更新し62本塁打を放ちましたが、去年ジャッジ選手は94試合で34本ホームランを放っており、全く同じペースということになります。ただ大谷翔平選手は過去2年後半戦ではホームランペースが落ちる傾向にあり、参考までに2021年46本塁打を記録したシーズンでは34号ホームランを87試合目で達成しており、楽観視はできませんが、本塁打を大谷翔平選手自己新を更新する47本以上、ア・リーグ新記録を更新する63本以上期待したいと思います。さて今回は今日の34号ホームランに寄せられたエンゼルスファンたちの意外な反応を紹介します。昨日は大谷翔平選手9回の第5打席で2試合ぶり後半戦初となる33号ホームランを放ち、この一発で敗戦空気が一変、延長10回で逆転サヨナラ勝ちを収め、連敗を6でストップ。実に1930年以来93年ぶりとなる7回以降6点以上の点差をつけられながら同点に追いつき、さらに3点以上のビハインドを追って試合に勝つという歴史的大逆転勝利となりました。そんな昨日の興奮冷めやらぬ中始まった今日の後半戦3試合目アストロズとの3連戦の最終戦。大谷翔平選手7回裏の第4打席までヒットは出なかったものの、エンゼルスは7回終了時点で7対3と4点リードでした。しかし8回表に2点、そして9回表に4点を失い、4点リードをひっくり返され7対9と逆転されます。そして迎えた大谷翔平選手9回裏1死の場面で迎えた第5打席34号ホームランを放ちましたが、追撃及ばず8対9で敗戦し、昨日に続くサヨナラ勝ちはなりませんでした。今日の大谷翔平選手の34号ホームランにはただただ神、もう訳がわからないよ、これもしかしたらジャッジではなくボンズを超えるんじゃないか、しかもドーピングなしでだ、後半戦3試合で2本、大谷の勢いが止まらない。今シーズン初めは投手として圧倒、ただ投手として調子を落とすと今度は打者として圧倒、一人でメジャーリーグを楽しんでる。7月前半の数試合打てないだけでやっぱり6月だけの奇跡だとか、後半戦の大谷は打てないと散々言ってた人たちどう思う？また毎日ホームラン打っちゃう感じですか？大谷さん MVP 翔平のプレーを見れて私は本当に幸せ。我々は史上最高のものを目撃しているということを認識する必要があると思う、といった称賛の声や、また打ったので、エンゼルスまた負けたの、大谷がかわいそう、トラウト早く帰ってきてくれ、はあ、ワールドシリーズで大谷を見たいのにな、エンゼルスはダメだな、とエンゼルスの逆転負けにうんざりする声が寄せられたのですが、意外な声も寄せられていたのです。それはエンゼルスファンが開き直り、中継ぎが炎上したおかげで大谷翔平選手に第5打席が回ってきて、その結果ホームランを見ることができた、というものでした。具体的にはこのようなものでした。翔平にもう一度打席を与えてくれたエンゼルス中継ぎ陣に感謝、大谷がホームラン打ってくれたからなんかまあいっかって思ってしまってる、中継ぎが炎上するのはいつものことだし、そのおかげでホームラン見れたからね、サンキュー、ありがとう、エンゼルスのグローペン、翔平にもう一打席与えてくれて、百科、さすが俺たちのリリーフ陣だぜ、大谷の個人成績を伸ばしてくれたぜ、少なくとも大谷のホームランが見れて楽しかったです。俺思ったんだけど、エンゼルスが弱いのって大谷にとってはいいことなんじゃないか、もし大谷の前にランナーがいたり、もし今日サヨナラの可能性がある場面で打席に立っていたら、アストロズは間違いなく敬遠していただろう、大谷がホームランを着実に積み上げられているのはエンゼルスが弱いおかげなんだ、はは、大谷しか楽しみがないわ、最後の考え結構納得してしまいました。個人的なことを言わせてもらえば、現地で試合を見たこともあり、毎日試合を追いかけているとエンゼルスというチームに愛着が湧いています。大谷翔平選手違うチームに行くとしても何年かかるか分かりませんが、
その前にエンゼルスプレーオフ進出、そしてワールドシリーズ制覇、その瞬間に大谷翔平選手がいてほしいなと思ってます。さて、今日の試合により大谷翔平選手の成績は94試合中リーグ9位タイの92試合に出場し、このような成績を残し、特に打者として大活躍。打率3割超え&ホームラン、オプス、長打率がメジャー両リーグ1位という圧巻の成績を残し、ホームラン王だけでなく三冠王も目指せる異次元の活躍を見せています。ア・リーグ MVP を取った2021年と、さまざまなメジャー新記録を成し遂げた2022年と現時点の2023シーズンの成績を比較してみるとこのようになり、今シーズン打者としてはこれらの年を凌駕する成績を残していることがわかります。さらに投打すべての主要指標でチームナンバーワンと全冠、 MVP 選考で最も重視されると言われる総合的な貢献度を表す指標王では、メジャー両リーグで2位に1の大差をつけて1位、アリーグでは2位に2.2の大差をつけて1位。なお打者としてだけを見ても DH ということで守備のマイナス補正が入るにもかかわらずリーグ1位、投手としてはリーグ14位という成績を残しています。大谷翔平選手、打者として過去最高の前半戦を終え、ついに始まった後半戦、昨日今日のホームラン、打撃も例年よりは好調を維持しているのではないでしょうか。ホームラン王、本気で見えています。そしてエンゼルス、今日また逆転勝利で流れをつかみたいところでしたが、ムムム、明日の試合も見逃せません。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。